はい、ファンコイさんです。色鮮やかなね、ブルーの何ですかこれは一体。なんかね、お手紙が添えられておりました。え、呪いの呪いですね。呪いですか、わかんない。ケンケンさん、ロッキーさん、こんにちは。こんにちは。以前、印鑑になったの動画でお世話になりました。ムーの魂を継ぐ者。ああ。シープナット山本です。プロレスラーみたいな。しかも弱そうじゃん。あのナットにしてから、柔らかな音色で、ブルースのバッキングフレーズが、ふくよかになったようで、とても気に入っております。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。さて、今回持ち込ませていただいたのは、ハンドメイドのファズとユニバイブのコンボセットです。見えてきましたね。こちらは知り合いから借り受けたもので、とある方から贈り物としていただいたという一品。贈られた知り合いも全く使っておらず、使ってくれるなら貸してあげると借り受けました。くしくも地味編選手権は終わってしまいましたが、このエフェクターは地味編サウンドを意識して作られたようで、借りた際に気づいたのですが、新品です。箱を開けると、なんと未開封の梱包材に包まれていて、結果、私がその封印を解いてしまった結果になりました。なんか封印とかさ。もう、漫画じゃん、もう、うん。全く未知のエフェクターですので、お二人にその結果を解いていただきたく、なるほど、ね、お伝えしました。どのようなものなのかもわからんと、はい。分かっていること、4年ほど前にプレゼントされていただいたと。メーカーの品じゃないってこと？うん。地味変サウンドを意識して作られたもの。強烈な歪みで家のジャズコでは音圧の限界がある。塗装の色までこだわった作者の初号機らしい。綺麗だもんね、めちゃめちゃ。受け取った本人も取り扱いはわからないとのことでした。私もいろいろ試してみましたが、この組み合わせのベストサウンドが出せずにいます。そうなの？ぜひとも、お二人に専門的観点からご意見をいただきたくお持ちいたした次第です。わかりました。何卒よろしくお願いします。シープナットや、もうお手より。あ、注意点。ファズの裏釜を開けると、底板に送り主からメッセージがあります。もう宇宙とか行ってないぞ、あの人。動画の許可はもらっていますが、そのメッセージを知り合いの名前が書いてあるので、それはご内密にお願いします。なるほど、まあ。名前は明かさないでください。わかりました。早速開けてみましょう。はい。どっちから行きますか？こっちですね、簡単な方。ストーンファズフェイス。ストーン？ストーンフリーとかじゃない？あ、ストーンフリー。綺麗な色だね、これ。素敵な人間性なんじゃないですか、こんな色を塗る人っていうのは。あ、ほんとだ。ディアフレンズって書いてあるよ。本当だね。パブディスファーズユニットエース、え、ロジャーメイヤーストーンファーズレボリューションタイプ、メリークリスマス。あ、そのロジャーメイヤーか。そうそう、このこれ系の、これロケット。あ、これだ、これだ、これだ。これ誰の？これお客さんの。たまたま。お、またインクニュアス。インクっていうか、あのいつもの。あ、うん、いつもの古い、うん、古い、これパーツの匂いなのかな。 PC557 というあれが使われてますね、ドアンジスタが、うん、あ、なんかこだわってんね。何これ、アースここで撮ってんだ。こちらですね、美しいね、なんか、こんな感じですね。なんか真面目そうな人が作ったって感じしますね、それ。このアースが、なんかアースはこうボディに直付けされてる、止められてるんですね。一点アースっていう手法かもしれないですね、それは。ああ、なるほど。じゃあこちらの、まあロジャーメイヤーのファズのような、もうじゃあこれも比べるか。まあそうだろうね、うん、その方が妥当ですよね。本物があるんだからね。そうですね。これお客様の修理品？いや、なんかネタに使ってくださいみたいな。ああ、ちょうどいい。ちょうどいい。はい、こちらもお客様からこうご提供いただいた。たまたま。たまたま。オン。はい。しねえなこいつ。Mm-hmm.
暑いっすよ、ね、じゃあクリーンして、抜けてこないっす。だっていい音しないって書いてあったじゃん、使いこなせないってそれいい音しないって書いてあったっけ。え、使いこなせないって。じゃあこちらいきますか。はい、これもすごいおしゃれだけどね、この書き方。いや超おしゃれだよそれ、ね、ロイヤルレディーバイフ。ちょっといやらしい感じもしますね。見えないタイプかなと。よいしょ。あ、お、なんか本物っぽくは、あ、すっげー書いてある。うん、でもさっきと同じようなやつですよ、やっぱり。あれ、なんかこっちの方が日本っぽい匂いがするな。あ、なんか古いトランジスタ使ってんな、これ。でもすっげえこだわって作ってそう。これちょっとね、名前書いてあるからちょっとこれ見せられないですね。ああ、確かに。まあ、こんな感じです。これさ、もらった人もこんな気合いで作ったプレゼントをそんな中身を開けずに放置しちゃったってやばくなって。使わないような人がもらったってことでしょ。女？そうだよね。それは言っちゃいけないなと思ったんだけど俺。そういうことか。だから中野さんと一緒だよ。シンクラノトゥダー。まったく知らん。これ怖い話してんじゃないのこれ。でもさ、女の子にファズはやっぱりちょっとどう？ケンケン分かっただろ。これもさ、怨念がこもってるってことですよ。それで抜けが悪いんじゃね。でもね、すごい気合い入れて作ってたのもすげえ。そりゃ気合い入るよ。中野さんって気合い入ったんだから。5個作ってた。はい。かわいいです。なんかオンオフがね、鍵なんですよね。かわいいっす。送られた知り合いも全く使っておらず、知り合いはもらったまま保管していた模様。私もいろいろ試してみましたが、だこれのうまい音の作り方を模索してほしいと、うん、はい、私もいろいろ試してみましたが、この組み合わせのベストサウンドが出せずにいます。それは私も出せませんでした。これがすごくなんかかかんない。低音が地味変じゃないよね。だから違う使い方だったりもして、うん、ちょっとだからもうちょっとあれか、模索すればいいのか。うん、私模索しようじゃないか。お、良くないんだよね。Thank you.
鍵はいいね色もいい色もいい筐体いい。でも鍵にする必要があったのかっていう、これ2個ついてるところがねまた合鍵っぽいよね。うん、僕と君とで1個ずつだよみたいな。中野さんのファズにも鍵ついてたらどうするとりあえずいい音は出せないっすねこれは。そうだね、なんかそうなんだよね、頑張って几帳面には作ってるような気はするんだけどね、うん、そうそう几帳面に作ってるけどなんか大事なところを見落としてる感じがしますね、うん、多分ね、うん、すごい真面目な人なんだと思う。わかるよ、うん、わかるわかるわかる。だからいい人すぎちゃうっていうか、うん、振り向いてくんないかったのかなとして。まあ女子がよくわからないものをあげちゃいけないってことですね。いやそれは間違いないね、うん、金とかがいいんじゃない？金も怒られそうだけどね。そうだね。お前は何も考えてないっていう。でもね、俺もやっぱりそのね、女性の気持ちがなかなかわからないタイプで、こうやっぱりことごとくあげようと思うものが外れること多いんですよ。まああげてるだけいるんじゃない？でもある日気づいたんですよ。その子が持っているものと似てるものでグレードを上げるとか、そうするとまあ大体外れないってことが。まあ確かにね、何年か前に気づきました。俺もプレゼントあんまいらない。わかるわかるわかる、うん、俺もそう。あの差し入れはでかめなんですけど必要なもんじゃん。確かに飲み物食い物だから、うんうん、記念品とかはねちょっと。そうなんだよね、うん、今の奥さんもそうだし前付き合ってたこともそうだけど、バレンタイン何がいいって言われたら大体、うん、あパンツ買ってっていうもんね。あわかるわ。パンツちょうだいだとちょっとおかしくなっちゃうけどパズとユニバイブちょうだいとはならないってことですよねなんないっすね。だってもし楽器を演奏してた人だとしても、うん、ファズとユニバイブって結構ハードル高いよね。高い。チェックが大事なの、ね。事前チェックしないとやっぱ男はダメだよ。どんな頑張ったって女性の気持ちなんか分かんないだから、うん、男は。分かります。うん。という話にまで。何の話これ。たどり着いてきました。恋愛話ですか。恋愛話ですね。うん、恋愛話ですか。はい。恋するギタリストは何をプレゼントするべきなのか。するべきなのか。お客様からね、謎のエフェクターを多分好きな女性に送ったんじゃないかと思われる気合は入ってましたね、はい、すげえ分かってる人だと思うよ、こういうのとかさ、うんうん、あの配線もすっげえ綺麗にできてたし、うんうん、めっちゃちゃんとしてたよ。ただ音がねちょっといまいちでした。皆さんの、ね、声も上手に言ったらいいなと思いますすげえ締め方。ただその際はロックからは離れてください。そうですね、ファズをプレゼントしないように。これファズでプレゼントして失敗してるか分かんないけど、失敗したし2人で失敗で2件、ね、2件ありますねいやでも中野さんの場合は1回うまく付き合ってるからねだからそこから失敗してる可能性があるから、もしかしたらうまくいくのかもしれないっていう感じですかね。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした